はい、では今回なんですけれども、2019年 SS ですね、シュプリームですね、のバッグのレビューをしたいと思います。で、今週ですね、オンラインが始まるんですけれども、まあ、中には自分の住んでるところ、地域にですね、店舗がない方ですと、まあ、オンラインで買うしかないっていう形になるんですけども、まあ、そういった方ですと、やっぱり実物が見れないから、まあ、どんな感じかなっていうのが、まあ、今気になってると思うんですけども、で、そういった部分も含めですね、今回紹介の動画を上げたいと思います。で、まずですね、バッグ、こちらがですね、ショルダーバッグですね、こちら。で、こちらがですね、まず、収納がここ手前に1個と、まあ、ここですね。ここにもあると。で、中にも収納チャックがあって、こんな感じ。で、反対側もここにチャックがあるですね。で、収納の大きさ的には、まあ、この7インチの小さいタブレットが、まあ、ちょうど入るぐらいですかね、大きさ的には。そんな収納がたくさんある、広いってわけではないですね。で、あとちょっと気になったのが、まあ、結構大体インスタグラムとかだと、まあ、こっちのバッグが、まあ、なんか結構、なんか人気なのかしわかんないですけど、結構、これを上げてる方多いんですけれども、ちょっと個人的にはですね、いいとはいいんですけど、このチャックが、ちょっと、ここ立てると引っかかっちゃうんですよね。締めにくいっていうのがありますね。これ、ちょっと、これ閉まんない。これ今閉まったんですけど、なんか、ここにチャックがあるんですけども、これがちょっとこうやって覆いかぶさってるんで、ちょっと若干締めにくいかなっていうのはありますね。手前も。これ引っかかっちゃうんですよね。なんか、ちょっと締めにくい感はありますね、こちら。はい。で、続いてですね、ウエストバッグですね。で、こちらはですね、まあ、さっきのものに比べれば、めちゃめちゃ開け閉めしやすいですね。ここにまず収納があって、で、この手前にも収納があって、あとは、中にも、これが、これですね、これですね。中にここにも収納ありますね。はい。で、これはまあ普通に、まあさっきのものに比べて開け閉めしやすいし、まあ割と使い勝手いいかなって感じはしますね。で、あとは、先ほどの7インチのタブレットですかね。まあ、こうやってストーリーと。これも余裕で入りますね。こんな感じで。ただ、ちょっとこれ浅い感じがするんで、まあそんなたくさん荷物は入らないと思いますね、これ。前回はちょっとちっちゃめなのかな、これ。っていう感じがしますね。まあただ、表面の質感的にはですね、全然、2018年の秋冬よりは全然僕的にはいいかなと思います。はい。では、こんなところで、まあ、バッグの紹介はこちらで以上になりますので、またですね、土曜日オンラインが始まるかと思うんですけども、頑張りましょう。ではですね、今回、動画の方を終わりたいと思います。では、ご視聴ありがとうございます。